はい、こんにちは、しぼかわチャンネルです。本日もこちら福袋ですね。5400円デュエマ福袋ですね。で、見やすいね、記載されている内容はこちら、未開封ボックス、構築済みデッキ、プレイマット、スリーブパック等の中からいろいろ詰め合わせ、最低でも定価7000円分以上入っています。下の方にバックアドって書いて、バックアドルガンとね、ちょっとしたギャグですね。まあさすが関西の福袋ですよ。ということでね、本日はこちらを1点購入してまいりましたので、開封していこうと思います。では、販売時点ではかなり数残ってたので、この動画見てね、内容いいんじゃないかと思った方はもう余裕持って買えると思います。ちょっともうこれ最初に出しましょう。これちょっと見覚えあるというか、この触り心地みたいなものが一つありますね。では一つ目はこちら。ほう、え、てかこれめっちゃ軽いですけど、どういうことでしょう。これもしかしてまさかの箱だけ、プレミアムセブンデッキの箱だけという、まさかですね。まあまあストレージとしてね、使いましょうか。そして続いては、あー、結構他にもいろいろ入ってますね。一気にまとめていきましょう。はい、おー、なるほどね。まあ各所で言われている、在庫処分されているゴールデンベスト5パック、まあでもこれ350円するんでね、5個で1700円分ありますから。で、カードプロテクター、スリーブですね、公式スリーブですね。なるほど。おー、ボルツとこちら、この透明なデーマの枠のスリーブですね。なるほどね。まあこれ1個500円ずつぐらいかな。プレイマットいきましょうか、多分。これプレイマット入ってるんで。こちら。あー、なるほど。忍びドルゲーザー。これはクロニクルレガシーデッキの付属品ですね。マジか。これはちょっといらないな、正直。もう各所余りまくってるんでね、多分値段つかないでしょうしね。あ、まだパックがありますね。じゃあこちら。あー、なるほど。メラベンチャー。メラベンチャーのパックが一つ。なるほどね。まあまあ、ゴールデンベストと合わせて開封していきましょう。そして、こちらは、はい。あー、メラベンチャー。1万円福袋にも入ってましたからね、メラベンチャー。まさかの2日連続福袋でメラベンチャーが2ボックス手に入るというね。まあでも昨日はね、1万円使ってだったんで、まあこれはね、5000福袋なんで、まあまあ悪くないですね。1箱4500円するんで。はい、ということでね、デュエマ5000オリパ、開封した結果はこちらとなりました。箱とね、プレマはさすがに付属品なんで値段つけてないでしょうから、まあこれはおまけでしょうけど、まあ他のね、定価の普通に売られている商品は、まあ確かに7000円分以上ありましたね。まあパックがこんだけ出たのは嬉しいですね。まあてかパック開けていきましょうか。まあ、ボックスはちょっとね、後日動画で使わせてもらおうと思いますが、パックの方はすいません、ちょっと開け方が汚かったですね。アニオン、ティボーン、トルコイ、レオレンジ、あー、デメタイ、きついな。いや、肝心のゴールデンベストですよ。まあモルネク出たらね、これ熱いですから。続いて、おー、ゴールデンザジョニー。まあまあゴールデンザジョニーは悪くない。まあこの辺は今まで通り固定パックなんで、で落書きですね。あー、デスフェニックスですかね、これは。あー、ですよね、デスフェニックス。まあサクッといきましょう。あー、ウルトラゴールデンカードもなし。なるほど。続いて、はい、あー、ボルシャックネックス。なるほど。そして、あー、やばいな、ウルトラゴールデンカードすらないのですかね。おー、で、ガイアールカイザーで、お、来た、おー、おチャッピー。うん、ふんふんふん。おチャッピーは嬉しいな。ありがたい。続いてラスト。モルネク。あー、来ない。デスフェニックスか。まさかのデスフェニックス。で、落書きですね。なるほど。いやー、厳しい。ゴールデンベストもちょっと厳しかったですね。まあ、という感じでね、今回は5000円の福袋でした。1万円開けた後なんでね、ちょっと寂しく感じますけど、まあまあまあ、それでもね、あれだけのパックと、このね、ボックスありますし、まあ、スリーブもね、2点入ってますから、まあいいんじゃないでしょうか。まあ、おまけもね、ちゃんとついてきましたし、日頃ね、オリパたくさん開けてるんで、このストレージとか意外とね、助かるんですよ。ありがとうございます。という感じで、本日は5000円福袋でした。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価、ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。またね！